通常通信システムは FSCU が分離距離で前で解析し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。危険、当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2Bさんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出し、めんどくさい。現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました、トゥービー。兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。 敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。 ジャミングを。
置、遠距離通信応答なし。倒せばいい。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告、敵兵器による下方向からの攻撃、推奨退避。
エスタ。ナインエス。ナインエス。ナインエスのブラックボックス反応検知。通信応答なし。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。バイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。分かった。
すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。シャンシーを許可します。